皆さんの笑顔はどんなテクニックよりもすごいということです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は、ああ、好きだな。男性が女性のこういうところに落とされます。というお話をしていきたいと思います。男性って女性には理解できないかもしれませんが、好きになった方が負けという意識が働くんです。まあ、男性にもよりますけどね。まあ、基本的に勝ち負けにこだわる生き物ですからね。そして、負けるイコール価値がない男と男性は本能レベルで感じるんです。それでもその女性を好きだと自覚してしまう瞬間があります。そんな男性が皆さんのことを好きだと気づく瞬間について知りたくないですか？ですから今日は、あ、好きだなと男性は女性のこういうところが好きだと気づく瞬間についてお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。ゆうきさんこんにちは。はい、こんにちは。今私は好きな人がいます。どうしても付き合いたいのですが、男性の方が女性が好きになる瞬間ってあるんでしょうか？とても気になるのでよかったら教えてください。というご相談です。ありがとうございます。なるほど。そうですね。男性が女性のこと好きになる瞬間あるんですよね。皆さん知りたいですよね。気になる彼や好きな彼がいる方は当てはめてみてください。今日はそれをお話ししますのでぜひ参考にしてくださいね。男性がその女性のことを好きだと気づく瞬間8選です。まず1つ目は、その女性に甘えられたり頼られたりすることに対して嬉しいと感じた時になります。基本男性は女性から甘えられたり頼られたりすると嬉しいと感じる生き物です。ですから好きな女性に甘えられたり頼られたりするとさらに嬉しさを感じるんですね。好きな人と好きじゃない人では嬉しいの感覚が違ったりするんです。好きな人に対しては彼女の心の中に入れたように感じるんです。そして相手が心の中に入れてくれたと思うと相手のことがさらに気になり始めて自分も好きなのかなと自覚をしてしまうということです。男性の単純なシステムですね。そして2つ目はとにかく外見がタイプな時になります。つまり一目惚れをした時ですね。これは本能的なところなので理由も本人は分かりません。ただ男性が女性を好きになるには見た目イコール外見、これを気にする割合はどれくらいあるのかというアンケート調査をすると 90% ぐらいという結果が出たんですね。これほど多くの男性が女性の見た目を好きになる要素として重要視しているということです。美人か美人かじゃないではなくてタイプかタイプではないかということですね。タイプの女性を見た時一瞬で好きになるのが男性です。思わずキュンとして惚れてしまうケースが多いんですね。そして3つ目は、会ってない時相手の女性のことを考えてしまう時になります。その女性と会っていない時無意識にその女性のことを考えてしまう時、ああ好きかもと思ってしまいます。頭から離れない時ですね。男性には会っていない時考えさせることや想像させることがとても大切なんです。考えたり想像させればさせるほどその女性のことが好きになるからです。無意識であればなおさらですね。そして4つ目は、LINE の返信が来て嬉しいと思った時になります。もし恋愛感情がない相手から LINE の返事が来たとしても、別に一喜一憂はしません。淡々としています。ですが男性は意外に気になる女性からの LINE となると、届くか届かないかで大きく感情が揺さぶられたりするんです。すいません、カミカミですね。特にしばらく毎日 LINE を取っていた相手から、急に連絡が途絶えた時、少し経って LINE の返信が来たらかなり嬉しいんですね。この人の LINE 待ってたんだと改めて気づくわけです。そんな時、この女性のことが好きなんだと思うわけです。そして5つ目は、自分の弱みを受け入れてくれた時になります。多くの男性は人前ではあまり弱い姿を見せようとしません。特に女性の前だといい格好をしてしまうわけです。まあ、格好悪い男性だと思われたくないので強がってしまうんですね。ただそんな中、この人の前では強がらなくてもいいんだ。このように思える女性が目の前に現れたら、その女性は大切な存在であったことに気がつくでしょう。その時男性は好きだなぁと思うわけです。そして6つ目は、帰りたくないなぁと思った時になります。その女性と遊んでいて、帰らなければならない時間になった時、帰りたくないと名残惜しい気持ちになった時、そんな時男性はこの女性のことが好きなんだと感じたりします。男性でも好きな女性といる時に、解散時間が近づいてくると寂しい気持ちになってくるわけです。もっと一緒にいたいなぁとか、帰りたくないなぁとか、このような気持ちを経験すると、自分はこの女性のことが好きなんだ。と確信するようになるんですね。帰ろうとする女性を思わず引き止めようとするなら、その女性のことが好きだと思っているということです。そして7つ目は、他の男性の話をされて嫉妬している自分に気づいた時になります。男性は好きな人に対してはできるだけ独占したいものなんです。丸々くんってスノーボードが上手くてかっこいいよねとか、丸々さんに仕事を教えてもらったらすごくわかりやすかったのとか、このようにその女性が他の男性のことを話していると嫉妬してしまったりするんですね。そんな気持ちになった時、自分が彼女に惚れていることに気づいたりします。
男性って割と自分の気持ちが気づきにくいものなんですが、嫉妬してやっと気づくというパターンはよくあります。そして8つ目です。8つ目は無意識にその女性を目で追いかけてしまうのを自覚した時になります。男性は気になる女性がいるとその女性を思わず見てしまいます。そのため無意識に目線で追いかけてしまうんですね。逆に言えばその女性を目線で追いかけていると気づいた時にその女性のことが好きだと気づくわけです。まあ相手のことをもっとしっかり知りたいと思っているということなんですね。だから目線で追いかけてしまうんです。以上が男性がその女性のことを好きだと気づく瞬間8選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が彼女に頼られたり甘えられたりすることに対して嬉しいと感じた時、そして2つ目がとにかく外見がタイプな時、そして3つ目が会ってない時相手の女性のことを考えてしまう時、そして4つ目が LINE の返信が来て嬉しいと思った時、そして5つ目が自分の弱みを受け入れてくれた時、そして6つ目が帰りたくないと思った時、そして7つ目が他の男性の話をされて嫉妬している自分に気づいた時、そして8つ目が無意識にその女性を目で追いかけてしまうのを自覚した時になります。まあただ言えることがあります。皆さんが男性を引きつける最も効果的な方法っていうのは皆さんの笑顔なんですね。恋愛でモテる方法を伝えているコンテンツはたくさんありますが、どれも素敵な方法です。ですが一番の効果的な方法は皆さんが笑顔でいることなんですね。皆さんの笑顔はどんなテクニックよりもすごいということです。ですからどんな時でも笑顔を忘れないようにしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。